皆さんこんにちは。本日、僕の第2世代の iPod Touch のソフトウェアを 3.1 にアップデートしてみましたので、その 2.0 などとの違いなどをご紹介したいと思います。画質が汚くて申し訳ありません。まあ、で、もう随分前に 3.0 は出ていたので、皆さんはもうとっくにアップデートしている人もいっぱいいると思いますが、そのような方は別に見ていただかなくてもわかると思うので、はい。アップデートされていない方は参考にしていただければなと思います。で、今、これ Apple のホームページなんですけども、どのような機能が追加されているかだけをあらかじめ見ておきたいと思います。まずこのジーニアスミックスですね。はい。まあ僕はあんまりジーニアス好きじゃないんで使いませんけど。で、これまたジーニアスのおすすめアプリケーション。僕は多分アプリケーションではジーニアスよく使うと思います。次にネットワーク型ゲーム。まあ僕これ結構目玉だと思ってるんですけど。あと、Wi-Fi でビデオやポッドキャストオーディオブックを購入。スポットライト検索。ステレオ、Bluetooth。僕 Bluetooth 持ってないんで関係ありません。あと、まあ、この振ってシャッフルとか、まあ、元は iPod Now のアイディアを iPod Touch に組み込んだって感じでしょうかね。言語、プッシュ機能や、まあ、こういった機能が。まあ、このカットコピー&ペーストっていうのは、皆さん結構楽しみにしていた方も多いんではないでしょうか。横向きキーボードです。これで、以上のようです。では早速どんな感じなのか見てみたいと思います。こういう感じなんですよ、ね。はい。あ、ちょっとここに産経新聞ありますけど気にしないでください。で、まず、ジーニアスはよくあんま使わないので、他のスポットライト、おお、こうやればスポットライト検索になるようです。こうスムーズに出てきますね、キーボードとか。次にボイスメモです。なんかアップらしい、可愛らしいデザインのインターフェースになってます。今ちょっとマイクをつけていないので、ちょっと待ってください。今マイク持ってきました。これ結構最近人気のマイクのようですね。つけてみます。これで録音します。じゃあ試しにこんにちはと言ってみます。こんにちは。はい、これで、あれ、あ、これで、やっぱり公式のソフトウェアだけあってかっこいいですね。じゃあ再生してみたいと思います。こんにちは。聞こえますか？聞こえなかったらごめんなさい。もう一回いきます。こんにちは。あ、ちゃんと入ってますね。で、削除もできるし送信もできます。メールですね。次に、ですね、まあ皆さんが目玉にしていられると思われるコピー。もうペーストでします。まず例えば、こんにちはと言っています。で、これで、ちょっと僕一回試してみたんですけど、このカーソルをタップして、選択もしくは全選択にすると全て選択されて、選択を、すいません、選択をして、これで範囲を変えられるんですね。じゃあ一応全部こんにちはにして、こんにちはを選択、ここで例えばコピーを押して、
開業して何ダメをかけて、でまたカーソルをタップすると、今度はペーストという新しい選択肢が出てきます。これを押すと、このようにこんにちはとまた出てくるようになっています。あとは、はい、横向きキーボードですね。もう 2.0 以上でも横向きキーボードはサファリにあったんですけど、はい、メモなどでもこんな結構ゆとりの、とてもやりやすいですね。これは今までの iPod にあったような誤作動というか誤入力が防げそうです。はい、じゃあこれは次に振ってシャッフル、これどんなものか試してみたいと思います。これ Apple のよくやった CM で使えてたアラウンドザベンド、ベンドバンドです。例えば、まあ例えばビーズが好きなのでビーズの曲、まあ2曲しかないですね、これやめてみましょう。なんかあるかな。じゃあポップアップスマップ、ちょっとジャニーズばっかりですみませんが、はい、最初にこれ選択しますね。で振ります。このようにピロリョンっていう曲とともに、はい、変わりますね。ちょっと一旦スリープにしても大丈夫かやってみます。あ、スリープでは反応しないようです。ちょっとパソコン、もう一回やってみます。はい、こんな感じで、うん、ちょっとスリープでシャッフルできないのが、たまに傷といった感じですね。はい、まあこういった感じになってまして、まあ特に変わったのはこのボイスメモは、まあその僕はこの今までこのクイックタイムというものを使っていたんですけれども、まあ、今回公式でできるようになったので、まあちょっとだけ容量を稼ぎますと言ってはなんですが、はい、まあ短い間でしたけれども見ていただきましてありがとうございました。以上、iPod Touch ソフトウェア 3.1 の紹介でした。さよなら。